組織って何もしない人が必要なんですよ。まあ私と西村さんが何もしないとは言わないですけれども、組織って100人いたら100人が100人ともフル回転してる組織ってうまくいかない。偽ブランド品販売するなんて、いやこんなことも理解できない、うん、いやそれで私お金いくら儲かったかどうか知りませんが、これお金の問題じゃない、うん、さあ始まりました選挙 .com チャンネル。 MC を務めますのはフリージャーナリストで記者 YouTuber の宮原健太です。本日もよろしくお願いいたします。前回に引き続いてですね、今日も大阪政治衆院議員に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、前回に続いてですね、質問、8つありますが、残り、答えていただこうというふうに思いますので、こちら、くじを引いていただいて、はい、行くんですか。あ、番号見ちゃいけないです。さあ何番が来るか。さあ、はい、金賞ハワイ旅行。あ、違う、ハワイ旅行じゃないの。これは何ですか。6番ですかね。はい、6番ということで、あ、代表代行ってどんな役職っていうことで入ってますね。いや正直私もですね、ずっと大阪さん取材していて、で代表代行になられたりした後も、取材していたりするんですけども、実は私もいまいち代表代行ってどういった仕事なのかっていうのは分かってないところもありまして、まあ、例えば政調会長だったら、いろんな政策のことをやるだとか、あるいは国対委員長だったら、国会の運営について、やるだとか、選対委員長だったらその選挙をどういうふうにやっていくかっていう戦略を立てたりだとかあるわけですけれども、これ代表代行っていうのはどういったお仕事ですか。まあそうですね、今これ画面映ってんのかな、これの中で分かりにくいのは最高顧問と代表代行だね。ああ、そうですね。まあ最高顧問はまあ総理経験者だから、まあとりあえず立てまつっておこうか。そうですね、言っちゃっていいんですか。本音で、はい、いやいや、だってね、なかなか置く場所がないから、とりあえず立てまつって何か困ったことがあったらご意見でも。ああ、そうですね、意見伺うというのは大事ですね。感じだと思いますね。我が党には実はその副代表ってのはいないんですね。副代表って何なのって言ってもなかなかこれ答えにくいかもしれないけれども、代表代行、まあ、はっきり言って何でも嫌です。うん、西村智奈美さんはあの前の体制の時の幹事長ですね、幹事長で、私は前からずっと代表代行ということですけれども、まあ何でも嫌、何でも嫌です。だからなんか他に属さない仕事とかよく来ますね。あとですね、今たまたま我が党の場合は西村智奈美さんが代表代行でありながらジェンダー本部の本部長。あ、そうですね。私は、まあ、なんちゃってなんですけれども広報本部長も兼務しているということですね。だから、まあ、代表代行何なのって言ったら何でも嫌ですっていうことと、多分代表に何かことがあったらどっちかが仮の代表をやるかもしれないっていうようなことかもしれないですね。まあ、代行ってそういう意味ですからね。それからまあ代表が忙しくていけないような会合には変わっていくとかですね。まあ代表の影武者。ああ、なるほど。まあでも私がね、泉健太代表の影武者やれるとは思えないし、西村智奈美さんもね、あの西村智奈美さんって雰囲気はなんかこうお地蔵さんっぽくない、安定感あって、あ、まあ安定してる感じがありますね。西村智奈美さんが影武者やれるってわけでもないのでね、まあでもいろんな行事とか変わっていくっていうことなんかやってますね。あとね、大事なのは組織って何もしない人が必要なんですよ。ほう、まあ、私と西村さんが何もしないとは言わないですけれども、組織って100人いたら100人が100人ともフル回転してる組織ってうまくいかない、うん、だからどこかに余裕を持って、全体を俯瞰してるとか、あるいはこう、まあ、新聞社でも遊軍なんているじゃないですか、まあ、今の新聞記者は忙しくて大変だけどね。だから、まあ、ある種全体を俯瞰する役割なんかも、まあ、私や西村さんにはあるかなっていう気がしますね。まあでも分かりにくいって言われや分かりにくいね、はい。先ほどあの広報本部長も兼ねてるっていうお話ありましたけれども、そうすると例えばポスターだとか、そういったことについてもいろいろとなんか提案されたやつとかもあったりするんですか。まあ私の場合は
まあ、あの良きに計らいタイプなんで、あ、まあそれは良きに計らってどうぞ。あ、なるほどですね。まあ、私にそのセンスがあるわけないじゃない。あ、いやいやいや、もうそれはでも政治家ですから、まあ、だから政治家だから、そのセンスがある人もいるしない人もいるけれども、あ、まあそこは適当にですね。まあ、前回私言いましたね、そういえば政治家ってうさんくさいから嫌いだって、ね、あ、おっしゃってましたね、うん、うさんくさいんですよ政治家って、はい。うん、でもね、私は今なぜ政治家をやっているかっていうと、やっぱり政治家がうさんくさい理由が分かったからなんですね。ほう。政治家はあのお金の問題でトラブルを起こすとかですね、なんかこう、不正な許認可をしてトラブルを起こすとかですね、だからうさんくさいんじゃないんですよ、あ、ではないんですか。違いますよ、違いますよ。実はあれはダメなことはダメなの、うん、あのことが実はうさんくささではないの。政治が扱う課題っていうのはですね、根拠や理屈があって判断できるものばかりではないんですよ、うん、根拠や理屈があって判断できるものであれば、あえて政治家が判断しなくてもいいんです、うん、それは公務員がいろんな証拠を積み上げて、こっちの方が合理性がありますねとか、こっちはどう見ても不利だからこの政策はやるべきじゃないですねっていうものは、それはあえて政治が関与する必要ないんですよ。あ、なるほどですね。根拠があるから、根拠が不確かなんだけれども判断しなきゃならないっていうものを政治が扱ってるんです。あ、だからいかにも根拠ありそうに説明してるけれども、どうしてもそこにはその不確かな要素が伴うんですね。だからそこにある種のうさんくささが生まれるんです。それから政治の役割としてあるのは、限られた予算を配分するってことがあるじゃないですか。で、予算って無尽蔵にあるわけじゃないので、だから限られた予算を配分するためには、例えば今までこちら側に使ってた、宮原に有利な予算を使っていた、でもいろいろと状況が変わって今度の予算の使い方は、選挙 .com に有利な予算をつけようってなると、そこになんでそんなことするのっていう、当然利害が生まれるわけですよ。利害が生まれるところで合理的な説明って必ずしもできるものばかりではないんです ね。 なるほどですね。そうなると、なんかうさんくさいんじゃない、あそこになんか利権が働いてるんじゃないかみたいなこととか、はい、理屈がはっきりしないっていうような批判を受けるわけですよね。だからそういう意味で政治の判断っていうのは常にある種の不確かさを伴う中での判断なんですね。だからこそ、それは私の言葉で言うところのうさんくささっていうことになるわけですね。なるほどですね。だからうさんくさくないものをいかにも政治の課題みたいなことをしてやっているのは、逆に言うと政治としては少し無駄遣いをしているかもしれない、政治のリソースエネルギーをね。なんか公務員でやれるものは公務員にやってもらって、本来政治家が判断しなければならないものをきちっと政治が判断するっていうことだと思うな。なるほど。だから代表代行の仕事もですね、そういうことも含めて、まあどこの範疇にも入らないけれども、何かやらなきゃいけないなっちゅうものもやるっちゅうこともあるかもしれませんね。なるほどですね。そう考えると結構いろんな、なんかうさんくささが出てきてしまうような判断をでも頑張ってやっていかなきゃいけないっていう、まあある種うさんくささの権限みたいなところあるかもしれない。まあでもね、はい、よく言うんですが、いわゆる組織には会長とかがいて副会長とかいるじゃないですか。でも代行っていう職って政治の世界がむちゃくちゃ多いんですよね。普通ないじゃない、はい、普通町内会もね、町内会長っていうのがあって、副会長っていうのがある、生徒会も生徒会長って言って、副会長っていうのがいるんですね。でも代行って普通の社会ではあんまりないよね、うん、だからこの代行って実は副なんとかよりも我々の世界ではこうランク序列としては上なんだっていうのは、一般国民の皆さんには分かんないかもしれないな。はい、ということで、もう次の話題なんですか。はい、どの番号が来るか。さて、先ほどハワイ旅行が当たらなかった、はい、今度はグアム、南極旅行、南極旅行、氷が溶け始めてる南極旅行。じゃん、8番ですね。ちょっとなかなかちょっと聞きにくい。8番なんですか。質問なんですけれども、ですね、偽ブランド辞任っていうものが最近ありました。まあ、ちょっと立憲からですね、当選した区議の方ですね、うん、まあ、足立区議選で初当選した和田愛子さんが、うん、26日区議を辞職されたということで、うん、でまあ、どうしてかっていうと、偽ブランド品を販売したとして、まあ、3月に、商標法違反容疑で書類送検されてしまい、罰金の略式命令を受けたことが、当選後に判明し、除籍処分とされていたっていうね、ことでございます。
あのまず、こちら、ニュースを最初に聞いたときどういうふうに感じられましたか。論外。コメントする必要なし、うんうん、辞任当然。当然。もうこれはお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。これあのもう、はい、終わってる、うんうんうん、終わってるっていうか、偽ブランド品販売するなんて、いやこんなことも理解できない、うんうん、いやそれで私お金いくら儲かったかどうか知りませんが、これお金の問題じゃない、うん、100万儲かったのか3000万儲かったのか5000円だったのか よく知りませんけれども、そもそももう論外、うんうん、あのね、心入れ替えてあの出直してこいって感じです。そうですね、まあ、違法行為をやってしまったっていうことですからね、うんうんうん、で、まあ、ちょっと今回の、まあ、この問題 をあの考えるにあたって、まあ、そもそもどうしてこういった問題が起きてしまうのかっていうことを考えたいんですけど、例えばあの最近のニュースだと、例えばあの他の党だと維新とかだとあの愛知県議選で運動員に報酬を払ったっていうことで、うん、まあ、落選した候補なんですけれども、その方が逮捕されてしまったりだとか、うんうん、まあ、そういったあのこういった地方選をめぐっては、まあ、いろんな、まあ、地方選だけではなく国政選挙もそうですけれども、まあ、いろんなこういう政治と金の問題っていうのは昔から尽きないですよね、うん、まあ、この偽ブランド品の問題はね、いわゆる政治と金の問題とはちょっと質が違って、そもそも本人のなんていうか個人の認識の問題っていうのはありますよね、うん、あと政治と金の問題ってのはどうしてもつきまとうっていうのもあるんで、よほど襟を正してないと政治家は足元すくわれるっていうことはあると思うな、うん、実は私ですね、ニセコ町長の時に田舎の町長といえども、ボンクレって付け届けすごく多いんですよ。あのいろんなものが届けられるわけですよ、それは一つ一つの金額はその何十万とかっていうものではないかもしれないですけれども、いわゆるお歳暮とかお中元と称してくるわけですね、うん、私これはねまずいと思ってました。だから最初一番就任してすぐの時は受け取ったんですが、うん、それはお手紙を書いて次回からもうこうしないでくださいと、もし送られてきた場合はあの大変恐縮ですが受け取ることはできませんってやったんですね、うん、でもやっぱり2回目、私が就任したのは11月だったんでお歳暮が来て、その次の年の夏に今度お中元が来るわけですよ、うん、お中元が来た時はあの宅配事業者の皆さんに受け取りませんって言うとすごく失礼になるんで、一応は受け取って、で包装を上にして新しい荷札つけてお手紙を入れて、はい、あのお返ししますっていうのをやってました。そうしたらですね、結構小さな町ですから、そんなものを受け取るぐらいの度量もないのかとかですね、町の経済の活性化のためにはお前それぐらい受け取ったっていいだろう、お前地元の商工会だってそういうものが動くからまあみんないいと思ってんだとかっていうわけですよね。でも私はそれはちょっと違うと思ってまして、だからそれを随分やったっていうのは私の経験の中でありましてね。でお中元返して、その次のお歳暮返して、その次の夏ぐらいから今度の町長ちょっと変わってるから仕方がねえなってものは来なくなったんですけれども、だけれども政治家特に首長っていうのは権限が絶対的ですから、うん、予算使える権限、契約できる権限、許認可する権限っていうのがあるわけですのでね、そこはよほど襟を正してあのやらないとですね、やっぱり疑われるっていうことがあるとそれだけでアウトですから、本当は悪いことしてなくても罪にならなくても、やっぱりそういう意味では理科に冠を正さず、そうですね、家電に靴を入れずっていうことでですね、しっかりやっていくっていうことが非常に大事なことだと思います。一方でやっぱり国会議員のこのなんていうかな、こういうトラブルが多いっていうのは国会議員には一見権限がないんですね、うんうんうん、許認可権もなければ予算使う契約する権限もないし人事権もないわけなので、だからどうしても脇が甘くなるのかもしれないなっていう気はしないでもないですね。あ、そうですね、その自分が物を動かすっていうのがないからこそ逆にそこの想像力がなくなってしまう、なくなってしまうのかもしれないですね、わけですね。まあでもね、あの本当に、議員の仕事っていうのはみんなに見られてますから、まあ、私自身もね、何か不都合がないっていう保証はないわけでね、だから本当にしっかり襟を正してやらなきゃいけないなっていう気はしますね。うん、本当にまあ気をつけていかないと、まあ、一
歩そこから間違ったらもうどん底に落ちていくっていうこともあるっていう世界ですか、うん、あともう一つは言葉ですよね、うん、このこういうその法律違反ということ以外にも法律には違反してないけれどもその言葉によってまあその取り返しのつかないことになってしまうっていうことがね、うん、やっぱりまあまあありますね。そうですね、まあ、具体例は今日は申し上げませんけれども、うん、ね、一回こう肌から出てしまった汗は元へ戻らないんでね、複製本に帰らずですね、うん、まあそういうことですね、はい、はい、ということで、本日も、選挙 .com チャンネル、お送りさせていただきました。ぜひ皆様チャンネル登録そして、高評価の方もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。どちらかというと私と西村さんって考え方が近いところもあってですね、実はこの代表選に出るか出ないか決める前、決める1週間ぐらい前に西村さんと飲んだんですよ。おー、そうなんですか。しこたま飲んでですね、結構これ聞かれた時は驚いた。いや、そうでもない。そうでもないですね。あの、取れなければ辞任のところはまあこれは政治家としてまあ覚悟を語ったんだなと思って、この言葉はまあ